トゥーランド Vlog の時間です。大ヒット映画スズメの戸締まりはヤバすぎる週末の未来を予言していた。今回は新海誠が絶対に公表できない作品に込められた真のメッセージについて考察していきます。ということで、はい、新海誠監督の最新作スズメの戸締まりの超考察会でございますよ。超考察。そう、今回の動画はスズメの戸締まりに隠された裏設定、物語の裏側に潜む隠れテーマ、うん、そして作品に込められた真のメッセージを超深掘りするといううわー、そういう会でございます。何やら濃そうな、他では絶対に見られないような独自の視点で解説していくトゥーランド Vlog ですけれども、うん、スズメの戸締まり考察動画は前編後編に分かれておりまして、はい、今回の動画は後編となっております。前回の動画は見ていただいた方がスムーズなんですけれども、今回の動画から見ても全く問題ないようにお伝えしていきます。はい。さらにね、この動画は映画を見てない方でも楽しめる内容となってるんですけども、まあ、映画を新鮮な気持ちで見たいなみたいな、ネタバレなしで見たいなという方はここで動画ストップしてください。まあそうやね、もうね、信じられないくらいネタバレしますもちろんね、一度見た方はこの動画でより作品を理解でき、もう1回、いやもう2回は見たいと思うこと間違いなしでございます。あ、その楽しみ方いいねそれではね、超ディープ考察に入る前にまずね、スズメの戸締まりのあらすじから触れていきましょう。はい。スズメの戸締まりは、主人公岩戸スズメがね、日本にこう大震災を引き起こすこうミミズを封印していた、要石を引き抜いちゃうのよ。はいはいはい。で、要石の化身である大臣っていう猫ちゃんをより解き放ってしまうところから物語は始まります。はい。そして大臣の呪いによって小さな椅子に姿を変えられてしまったもう一人の主人公、宗像草太くんと共に大臣を追っかけるのよ。で、日本各地を旅するっていうロードムービーになってるんですよね。とにかく草太くんからすると、この大臣を捕まえてまず椅子から元の姿に戻してもらわなあかんし、まあそうね、大臣を要石に戻して、ちゃんとミミズを封印できる状況にしなあかん、戻さなあかん、日本の西と東で2つ存在する要石の1つが解放されちゃってるから、はいはい、ね、ね、地中に埋まる大災害を引き起こすミミズっていう存在の封印がもう解けかけてると、はいはいはい、日本大ピンチみたいな、子猫に姿を変えた大臣が行く先々でこう災害を引き起こす後ろとか解放されていくのよね、で地震を引き起こすミミズの出現がもう多発すると、多発すると、で頑張って2人で締めていくねんけど、大臣はもともとねこのミミズを封印する要石やったのに、なんでこの後ろとを解放していってんねんみたいな、ねえ逆やってるね、そう雰囲気になっていくのよ。可愛い見た目やのになんかラスボスみたいな雰囲気もあるとはいはい。でスズメとイスソータは宮崎から愛媛、神戸と移動し、舞台はついにもう一つの要石が封印される東京に移ります。はい、ついにね、大臣はこの東の要石を解放するつもりなのか、相当やべえぞと、やばいね、しかし要石がどこにあるかわからないっていうね。まあ、前回の動画ではこの辺までの流れを解説しつつ、スズメの戸締まりの登場人物の名前が君の名はや天気の子と同じく日本神話の神々をモチーフにしていることやその意味、実在する要石の深掘り考察をしてきましたよね。そこで特に重要だったのが主人公岩戸スズメの名前です。はい。名字の岩戸は、天照大神がね、岩戸に隠れて悪人が地上に溢れてしまった天の岩戸伝説をモデルにしており、名前のスズメは、天の岩戸が開くきっかけとなった女神天の渦目がモデルになっていると、お伝えしてきました。はい。渦目、スズメはちょっと苦しくない、まあ、気もするけど、これに関しては新海誠監督自身がインタビューでね、スズメイコール渦目だよって公言してはるんですよね。はいはいはい。アマテラス大神が弟のスサノオの暴れっぷりにドン引きして、天の岩戸に引っ込んじゃってね、どうしようって神々が悩んで、雨の渦巻が踊りまくるわけです、お祭りしてね。アマテラスお神からするとね、なんで私おらんのにこんな盛り上がってんの気になるって言って開けちゃう。はいはい。だから雨の渦巻のおかげで戸が開いたって話なんですよね。だから戸を開ける性質を持つ雨の渦巻が、主人公スズメの名前のモデルだとすれば、その主人公スズメもね、その戸を開ける性質を引き継いでる方がね、自然やんか。そうやね。しかし今作スズメの戸締まりでは、スズメは冒頭でね、誤って後ろ戸を開けてしまうものの、そこからは戸締まりをしていくっていう、もうタイトルにもある通りね、そういう物語になってるんですよ。だからスズメは戸を開ける性質の雨の渦目とは真逆の戸を閉める性質を持っていると。もちろんこれはただの偶然ではありません。
はい。ね、新海誠監督、あえてね、スズメに雨のうずめとは真逆のことをやらせてるわけよ。おお、まあそうやろね。そう。で、この設定などに関しては、スズメの戸締まりという作品を本当の意味で紐解く上で、とても大きなヒントになるので、おお。後ほど考察していきます。はい。そして、前回の動画の後半ではね、要石は実際に存在するっていう、うん、そういうお話をしてきましたよね、うん、で、日本各地で祀られる実際の要石を紹介し、うん、ね、それらの要石は地震を防ぐために地面に突き刺さっているというね、事実をお伝えしてきたわけですよ。つまり、スズメの戸締まりにおける要石の設定と全く一緒だったことが、まあ、判明しましたよね。そうやね。で、江戸時代以降は、ね、この地震を引き起こすのは地中にいる大ナマズだと言われるようになるんですけども、うん、要石の起源っていうのは12世紀まで遡ることができると、うん、で、この時代は地震を引き起こすのはナマズじゃなくて、うん、地震虫と呼ばれる、うん、まあ、異形の化け物でした。なかなかのね、このね、グロテスクな見た目、うげげげげね、スズメの戸締まりのミミズもね、ものすごい渦を出したりとか、うん、ね、触手でうわやったりとか、めっちゃ気持ち悪い感じなんやけど、うん、この地震虫も触手があってうねうねとうごめくと。同じやね。同じなのよ。ちなみにこの地中にうごめく竜のような姿は、うん、スズメの戸締まりにも出てくる竜脈を意図していると考えられてます。なるほど。これ竜脈っていうのはいわゆる地中を流れる木のルートです。さて、ここまでのお話から新海誠監督はこの作品の中に意図的に日本神話の要素と古くから存在した要石の伝説を組み込んでることが分かりますよね。はい。ゼロから作ったファンタジー設定ではなくて、歴史的な文脈を取り入れて、うん、物語を作ってるってことですよね。え、言っとんね。で、これらを踏まえた上で、今作スズメの戸締まりの超重要な裏設定をね、はあ、押さえておきましょう。裏設定、物語に隠された衝撃的な裏設定。まずね、物語の基本設定として後ろ戸っていうのとミミズっていう二大要素があります、うんうん、はい。で、この後ろ戸っていうのはね、うん、人の思いが薄れた寂しい場所に存在するのよ。へー。そう。で、この後ろ戸が開くことで別次元の常世っていう場所からね、うんうん、ね、もう死後の世界みたいなところからミミズがブワーって現れます、うん、はいはい。で、このミミズは天高く舞い上がり、やがて地上にダーン叩きつけられると、うん、まあ、大地震が起こると。起こると。で、このミミズを見ることができるのは、うん、常世に入ったことがある人か、うん、ね、都知事などの修行を積んだ人だけで、はいはいはい、ね、後ろ戸を閉めることでミミズを常世に戻して地震を防ぐことができるわけです。おお、なるほど。それではね、どのようなタイミングでミミズは暴れ出すのか、うんうん、ここからが重要ポイントです。はい。作中では、うん、ミミズが暴れる原因として、うん、人の歪みが土地に溜まると、うんうん、ミミズが暴れて災害を引き起こすと、はい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 、語られてるんですよ。はいはい。しかし、この歪みが一体何なのか。まあそうやね、何なんやろ。詳しく触れられてないんですよ。おー、歪みとしか言われてない。しかしね、うん、中盤のシーンでこの謎を解き明かす重要なセリフがあるんです。おお。それがね、うん、人の認識が変われば土地の形も変わり、おお、流脈や災害の形まで変わっていくというセリフがあるんですよ。へえ。これはつまりね、その土地に住む人間の集合意識、うん、はいはいはい、集合意識が後ろ戸の発生や、うん、気の流れ、災害の形にまで影響を及ぼしてるという設定なんですよ。うわー、なるほどね。人間の想念が自然に強い影響を与えてるっていう、ある種ね、そういうお話なのよ。いやー、すげー。一つ分かったことは、うん、土地に溜まる人の歪みっていうのは、うん、何かしらの人間の集合意識だと、うんうん、それが歪んだものが水を暴れさせる。はいはいはい。そう、めっちゃ怖いよね。うん。で、後ろ戸が出現する条件もね、うん、寂しい場所、人の思いが軽くなった場所やから、はいはいはい、これも人の意識がトリガーになってるのよ。そうやね。後ろ戸もミミズっていう大災害の発生条件、どちらも人の意識がトリガーになってる。ふわー。そう。それではね、人間の集合意識が歪んでるっていうのは、うん、一体どういう状態なのか。ねえ。ここですよ。これがなんかね、怖いね。実はね、うん、この謎を紐解くヒントは、うん、都知事である宗像壮太くんがね、うんうん、唱えるんすよ。扉を閉じるときにね、祝詞みたいな唱えるのよ。あら、そうなの。その中にヒントがあんねん。へえ。彼は、後ろ戸を閉じるとき、このような祝詞を唱えます。かけまくしもかちこき、秘密の神よ。遠津御親のうぶすなよ。久しく配慮をつかまつった、この山川。かしこみ慎んでお返しもって言ってね。おお、これ分からないよね。全然分からんかった。これ結構ね、実際のノリトのセリフ使われてるんですけども、簡単に言うとね、うんうん、口に出して名前言うのも恐れ多い秘密の神様よ、うんうん、遠いご先祖でもある土地神様よ、うんうん、
長い間配慮をしていたこの山と川を恐れ多くも慎んでお返ししますっていう。あー、はい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 、そう、 そういう意味になるんですよ。なるほど。で、火水っていうね、火を見ない神様って書くんですけどもね、これは岩戸に閉じこもったアマテラスオオミカミを連想させるし、ミミズを食べる、モグラの名前でもあるんですよね。で、火と水、炎とウォーターで神そのものとも言える、火と水で神ね、そういうとも言える尊き存在だと。ね、さらっとこれ聞くだけやったら、あ、人間が借りてた土地を神様に返すってことね、みたいな、まあそういう印象を受けるんですけども、せやね、この祝詞の中にね、人間の歪みを表してる決定的とも言える表現があるのよ。おー、それがね、祝詞の後半にある長い間配慮をしていたっていう、配慮、そういう表現、はあ、聞き慣れないよね。配慮という言葉は目上の人、ね、もしくは身分の高い人から物をいただくこと、そして自分の物として使用するものっていう、そういう意味になるんですけども、ちょっと違和感あるよね。神様から土地を借りるという意味の拝借やったらわかる、でももらったっていう意味の配慮という言葉を使っているのは、あ、何かしらの意図があるのよ。なるほどね。もちろん新海誠監督あえて配慮という、はいはいはい、聞き慣れないワードを使っているわけですよ。うわ、つまりこの配慮という言葉の意味するところは、人間が神様から土地をもらった気になってるよと、で自分のものとして使用してましたよねっていう、そういう意味になるのよ。いや、そうやね。つまり知らず知らずのうちに神の土地を人間が奪っていた、はいはいはい、で神様から土地を奪ってるのに、我が物顔で使った挙句、木を切ったり水引いたり建物建てたりぐちゃぐちゃにしておきながら、何の後始末もせずほったらかしにしてると、はい、感謝もせず、そういう寂しい場所に後ろとか現れる。うわ、歪みは確かに。で、ミミズもそれ暴れるわ。で、この配慮という一言にね、人間の傲慢さとか、神様に対するリスペクトの欠如が巧みに表現されてんねん。いやー、しかも今の時代で言うとまさに極まってきてるところやもんね。つまり借りてるという意味の拝借ではなく、もらったという意味の配慮というこの認識こそが人間の意識の歪みだと、くわー、歪みだと言ってるんですわ。うわー、まこと、え、すごいよね。完全に人間側の解釈がもうねじれちゃってる。で、歪みっていう言葉を使ってるのも計算され尽くしてるわけですわ。うわー、すっげー。で、トジ氏はその歪みを分かった上で配慮って言葉使ってんねん。うわー、そうなんや。ね、だって、ノリトの中入ってるからね。だから人間が奪ってしまった土地を、ごめんなさい、土地にお返ししますね、と。やってるわけですよ。そういう役割でやってくれてる、ね、でも都知事はそうやってるけど、根本的に人間の歪みが正されてないよね。もうね、認識のとこがね。そうだから結局ミミズは現れるのよ。はいはいはい、はい、だから都知事の賭けは長い間ミミズを抑え続けてるということですよ。うわー、もうなんか何やろ、この目の前のこと頑張ってやってるけど本質がずっと治ってないから、そう、人間の歪みは分かってるけどどうすることもできない。くー、だから世に隠れて抑え続けてる。うわー、大変。そういうことなのよ。さて、ここまでがスズメの戸締まりのはっきりと明言されてない裏設定の考察となります。はい。で、スズメの戸締まりにおける人間の集合意識の重要性と、ミミズの原因となる歪みの真相が浮かび上がってきましたね。めっちゃしっくりくる。ね、この辺の裏設定は後半にお話しする物語に込められた真のメッセージっていう、ここにもめっちゃ深く関わってきます。ほう、ちなみに人間の意識が強い影響を与えるっていう設定は、スズメの戸締まりだけではなく、世界中に残る神話ともリンクしてます。それこそね、いろんな神話言ってきたやん、これまでいろんなシリーズでね、まあ詳しくは各神話シリーズ見てほしいんですけども、自然への敬意とか神様への信仰を忘れることで大災害が引き起こされて人類が滅びてしまうっていう、まあ、週末のエピソードばっかりやん。もう毎回それやん。ほとんど出てくるやん。で、日本でも罪を洗い清める瀬織姫という女神は、明治以降に隠された日本の神様なんですけども、この神様も、ね、普段は罪とか汚れを洗い流してるけども、臨界点を超えると、あらゆる災害を引き起こす、八十真月の神に変貌するっていう。はい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 。恐ろしい側面も持っているよね。はいはい。さらに古代日本においても、様々な大地震の記録が残されてるんですけども、地震というのはね、単なる天災ではなく、呪いの類であると。考えられたのよ。なるほどね。だから地震が頻発する場合は、もう都を移すみたいなことも行われてたんですよ、かつては。うわ、かつては。
呪いつまり人の想念ですよね。うんうんうん。昔の日本の考えにも人の意識が地震を起こすっていう考えがあったんですよ。うんうんうん、あったってことやね。そう。あくまで昔の考えやしね。スズメの戸締まりに登場する人の意識が地震を引き起こすっていうのはあくまで設定ですからね。うんうん、うん。ね、これはあんまりこう事実と混同してほしくはないんですけども、あくまで今作スズメの戸締まりの、まあ、裏設定というか、ベース下地にはなってるのは間違いないなと。はいはいはい。まあもうすでにね、結構なボリュームを話した気がするんですけども、うん、まだね、物語中盤までの回数しかしてない。確かに。で、まだ裏設定のお話しかしてませんからね。確かに。これから、スズメの戸締まりに潜む、隠れテーマ、真のメッセージに、超ディープ考察があるんですけども、その前にまず、物語後半の解説をしていきたいと思います。あ、まあそうやね。物語の後半では、東京のどこかに存在する後ろ戸から、ね、ものすごい大きなミミズが這い出し、街行く人々のスマホから、まあ、地震が聞きたくない、まあ、警報音が鳴り響きますね。ちょっと帰ってくれてるけどね。はいはいはい。で、最悪なことに、そのタイミングで東にぶっ刺されてた、もう一つの東の要石も抜けてしまう。うわぁ。これで西の要石も東の要石も抜かれてしまったわけですよ。あと大ピンチやないかい。で、完全体になったミミズが、ね、後ろ戸から飛び出てしまうと。うわぁ。もう渦の姿なんで、この時。はいはい。ね、で、これが落ちると大地震によって、おそらく100万人くらい死んでしまうと、そういうレベルにまで膨れ上がるのよ。うわー、やばいやばい。やばいと、急いだの逃げてる大臣、西の要石を戻して、ミミズを封印しないと、あかんやんか。で、また大臣を追いかけるんですけども、もうここでもとんでもない事実が明かされるんですよ。なんと、ソータは大臣に椅子にされたと同時に、要石の役割も渡されてた。そう、つまりミミズを封印するには、大臣じゃなくて、椅子になったソータを要石にしないといけないっていう。ぶっ刺さなあかんの、ソータを。もちろんそうなるとソータの人としての人生は終わってしまう。終わるよね。そう。で、スズメは決断を迫れるわけですよ。このままミミズが暴れて100万人の人の命を失うか、ソータを要石としてミミズを封印するか。うわー、結構な呪いやな。ね、スズメは意を決し、ね、要石になった椅子ソータを、ミミズの中心にガー突き刺して封印することに成功します。じゃあ感動的なシーンなんやけど、椅子がぶっ刺されるシーンやからちょっとおもろいこのソータ失うっていうこの出来事は、物語の大きな転換点となり、はい、主人公スズメはね、彼を救う決意をするわけですよ。そして入院中の、ソータのおじいちゃんのところに行くわけですよ。はいはい、おじいちゃんもまあ都知事やからね、うん、でその話の中でスズメは幼い頃にね、後ろ戸を開いちゃって常世に行ったことがあると、いうことが判明するんですよ。そうなんや。だから戸を開けた時に常世をその目で見ることができた。で、ソータを救うにはね、ソータが封印されている、まあ、死後の世界とも言える常世に行かなあかんねん。でも普通の後ろ戸には入られへんかったやん。無理やったね、すり抜けちゃうから、人生で一個だけ入れる後ろ戸があんねんて。ほう。それが幼い頃に迷い込んだ後ろ戸なのよ。それだけは今でも入れるよって、はいはいはい、教えてもらうねん。なるほど。で、ここからの話はね、後に分かることなんですけどもね、前回もお話しましたけども、スズメは2011年の3月11日に起こった大震災の被災者なんですね、そこでお母さんを亡くしてると。お母さんが亡くなったことを受け入れられなかった幼いスズメちゃんは。そうやね。で、その時の記憶っていうのはもう黒く塗りつぶされてんねん。で、スズメは毎日ね、いなくなったお母さんを探すんですよ。で、毎日暗くなるまで瓦礫の街を一人で歩き続けて、そこで偶然にも常世に繋がる後ろ戸を見つけた。で、扉を開けて常世に迷い込んだスズメはそこで死んだはずのお母さんと出会いました。はい。それが現代のスズメに残された記憶なんですよ。で、ソータのおじいさんはそれを聞いていました。その扉を探しなさい。こうして宮崎から始まったスズメの旅は、愛媛、神戸、東京を経て、ね、故郷東北を目指すことになるわけですよ。うわー、東北まで行った。そう、幼い頃の断片的な記憶を頼りに東北の後ろ戸を探す旅。ここからね、スズメを心配して東京まで追いかけてきた、ね、おばあの玉木さんとか、ソータの親友芹沢くんとかね、西の要石の化身大臣もね、おるし、東のあの要石の化身左大臣っていう猫も出てくんね。へー。どっちも猫なんだよね、はいはい、要石は。3人と2匹の奇妙な旅がこっから始まる。おー、そっから東北を目指し出す。で、ここからのロードムービー的展開、まあ、第2章もかなり面白いからね、まあ、その辺もまた映画館で見てほしいんですけども、はい、最終的にスズメは故郷東北にある後ろ戸を見つけて常世に入るんですよ。おー、ついに来た。で、ここでめっちゃ大事なことがわかんねん。おー。ね、常世に入るタイミングで
西の要石、大臣がね、こう日本中をこう縦断してね、うん、後ろと解放してんのかな、こいつがラスボスかな、みたいな感じやったけども、うん、実は水を暴れさせてたわけじゃなくて、うん、今にも暴れそうな後ろとの存在を教えてたんだよと。うん、ああ、はい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 。ってことが判明するんですよ。なるほど。そう。だからラスボスじゃなくて味方やったんですね、うん、逆に言うと。そうで、大臣はこのスズメのありがとうっていう言葉で、でまたガリガリになってたんですけども、うん、体がふっくら大福のように膨らむと。おー。で、和解して常世に入るみたいな。そしてついにね、常世に入ると要石となったソータを発見するんですけども、うん、ここからも怒涛の展開で、うん、まあ、ソータは救い出されて、うん、西の要石大臣をね、うん、元の要石としての役割に戻っていきます。はいはいはい。ソータは救うけど、この猫ちゃんは結局元の要石に戻っちゃうのよ。なるほどね。そう。で、ミミズを封印したスズメとソータは、うん、常世をしばらく歩きました。うん、うん。ね、常世は死者の世界でもあり、すべての時間が存在している場所とも言われてます。常世にはね、うん、あの日津波で流された残骸がね、至る所に散乱してるんですけども、そこにはね、ソータが椅子になっていた椅子。うん。お母さんに作ってもらった三本足の椅子が落ちてました。はいはいはい。しかしその椅子はなんかね、新しいんですよ。うん。まあ、小説版でははっきり新しいと書かれてるんですけどもね。これは震災にあって、常世に流されたてほやほやの三本足の椅子だ。すずめが高校生まで大事に持ってたね、うんうん、お母さんから作ってもらった三本足の椅子じゃなくて、うん。ね、過去の、うん。ね、震災に流された当時の、うん。椅子があるんですよ、そこに。はぁー。もともとの椅子は、ソータが椅子になってて、うんうん、元に戻った時にも消えてるからね。あ、そうね。だから、ここで思い出すんですよ。うん。あ、常世で拾ったんだと。おー、この椅子は。そう。はいはい。幼い頃のスズメは迷い込んだって言ったよね、常世に。うんうん。常世で拾ってると。はー。ということは、うん。誰かに、ね。うん。ソータの言う方向に目を向けるとね、うん。小さな人影がゆっくり歩いてくるんですよ。あらららら。幼い頃の、うん。ね、うん、迷い込んできたあの日のスズメちゃんが来んねん。うわぁ、自分。あの時、幼い頃に会ったあの人は、お母さんと信じたかった。うん、だからいつかまた会えると信じてた、うん、だけどあの時迷い込んだこの場所で出会ってたのは、うん、お母さんじゃなかった。私だったんだ。自分だったと。そうで、大声で泣く幼いスズメに向かって、うん、現代のスズメはこう言いました、はい、スズメはこの先ちゃんと大きくなるよと、うん、だから心配しない、はいはい、未来なんか怖くない。あなたはこれからも誰かを大好きになるし、あなたのことを大好きになってくれる人ともたくさん出会う、うん、ね、今は真っ暗に感じるかもしれないけど、いつか必ず朝は来るっていうね。で、お姉ちゃん誰って言われて、うんうん、私はね、スズメの明日っていうね。あー、こうして幼いスズメはその三本足の椅子を握りしめて、現世へと帰っていくと。帰ったと。で、この時にスズメと長髪のソータを見るわけですよ、うんうんうん、だから物語冒頭にね、どっかであった気がするんですよねって言ってたやんか。はい、言ってた。この伏線ガチだった。なるほど、合ってたわ。そう、これ回収されるっていうね、幼き頃に。そう、そこから感動的なラストで物語は締めくくられるわけですけども、はい、まあ、大体の流れはこんな感じです。なるほどね。ね、いい話ですよね。いや、おもろそうやね。まあ、ざっと映画を見てもね、細かい説明がない部分とか、うん、なんかよくわからんかったなっていう感想もあったりするのがこの映画なんですよね。はいはい。まあ、その辺の細かいところは他のチャンネルさんでもやられてると思うんですけども、うん、その中でも結構謎なのが、うん、石の要石、大臣の存在なんですよ。ずっと出てくるね、可愛い猫ちゃんですよ。この大臣の存在は考察に関わってくるんで、はいはい、少しばかりお話しておきます。はい。まずね、普通に映画見てたら、結局大臣何がしたかったんやろって。おー、まあそうやな。思うんすよね。うん。要石の役割をソータに移してるわけやんか。うん。で、日本の後ろとの存在を教えてくれた存在ってことは、最後の方でわかるけども、うん。結局要石に戻ってるし。うん。で、どういう意図で行動してたのか、そもそもどういう存在なのかもよくわからないまま物語が終わってしまうんですよ。謎だらけの大臣。大臣の元の姿に関しても、ね、ソータが要石になったっていうことは、もともとは人間やったんじゃないかって説があったりとかね。はいはいはい。いやいや、ね、常世に無数の動物の骨があるから、うん、元から猫やったんじゃないのとか、いろいろ考えられるんですけども、神様であることは間違いないんですよ。うんうん、で、要石っていうのは、長い時間かけて神を宿していくっていう設定があるから、うん、まあ、猫から神になっていくパターンも、人間から猫の姿をした神様になっていくっていうパターンもありそうですけども、うん、まあ、この辺はまあいいです。まあ、この辺はいいです。はい。それよりもなぜ、大臣はガリガリで出てきたり、膨らんだりとか。うん、するのかってところやし、うん、クライマックスのね、要石に戻る時のシーンがめっちゃ消化不良なのよ、うん、なんでこんな感じなんて思ったんですよね、ほうほう、これ何を意味するのか、はいはい、ここが重要なんですわね。スズメに引き抜かれて猫の姿になった大臣は最初ね、うん、スズメとソータの前に手のひらサイズの
痩せ細った子猫として出てくるんや、うん、もうヨロヨロの状態、はいはいはい、そしてスズメのうちの子になるっていう言葉に反応して、うん、一気に大福のような丸々とした姿になると。そこから急にスズメ好きと喋り出したり、ソータ椅子にする呪いかけ出したり、うん、まあ、するわけよね、うん、しかしね、物語中盤にソータを要石として封印した後ね、うん、もうスズメは大臣のせいやと思ってるから、うん、ね、こう大臣がね、大臣のこと好きじゃないのって聞くのよ、可愛い声でね、うん、でその時そのスズメは大臣に対して大嫌いって答えるのよ、怒ってるよ ね、だから大好きなソータ、うん、もう人の人生終わっちゃったから、うん、でその瞬間大臣は空気が抜けたようにしぼんでいって、もうみるみるみすぼらしくなっていくんですよね。へー、この辺もね、はっきり説明されてないんですけども、うん、まあさっきの考察から考えると、うん、まあ、その理由ははっきりしますよね、うんうんうん、まあ、後ろ戸、ミミズは人の意識に影響されてますよね、うん、つまり大臣も人の意識に大きく影響されると、はいはい、いうことですよね。そうやね、後ろ戸は人の意識が軽くなった場所に発生するし、うん、ミミズは人間の歪みで大きくなっていくし暴れるし、うんうん、大臣は自分に向けられたポジティブな感情とか言葉に反応して拒絶するような言葉を言われるとしぼんでしまう。でここで面白いのは、うん、東の要石持ってたんですよ、これ左大臣ですよね、黒猫なんやけど、うん、明らかにこの大臣よりね、うん、強くてたくましい存在で描かれてんねん。へー、で明言はされてないんですけども、東の要石が左大臣だとすれば、西の要石、大臣の正式名称は、うん、右大臣である可能性が高そうっすよね。あー、まあそうやね、まあそうなると古代日本の役職名である右大臣と左大臣をモチーフにしてるってことになりますよね、うんうん、少なくとも左大臣はもう確実にこの役職だ、はい、そして左大臣は今でいう総理大臣みたいなポジションで知恵を司ってると、うん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 、右大臣はその補佐をやってて力を司ってるんですよ、うん、つまりめちゃくちゃ腕力のある若い男性が右大臣を担ってた。なるほど、そういう歴史があるのよね。でこの名前がね、要石のモデルになってたとすると、うん、右大臣はね腕力自慢やから、うんうん、左大臣より強くないと、たくましくないとおかしいのよ。そうやね、でも実際はめっちゃちっちゃい、これまた逆な、左大臣より小さくてヒョロヒョロだ、もうそうなってくると名前逆の方が自然やん、うん、ね、だって左大臣は知恵を司るヒョロヒョロのおじいちゃんが担うことが多かったし、うん、ガリガリの大臣の方がしっくりくるやん。なんかしかも西の要石が右を意味する右大臣で、うん、東の要石が左の左大臣って、もうなんでここ真逆なん。逆やね、いろいろややこしい。となるとこれもまた偶然じゃないってことですよね。まあそうやね、さすがにここまで全部計算して物語を作ってる新海誠監督が、うん、何の意図もなく、うん、この重要キャラクターの名前をちぐはぐにするのはもう考えられませんと、はいはい、つまりこれはね、本来力の象徴である右大臣がなぜヒョロヒョロになってしまったのかってところに物語のヒントがあるわけですよ。これもね、先ほどから考察してますけども、うん、人の意識が強い影響を及ぼす裏設定から考察するとね、その理由はすぐわかります、はい、つまり要石の力はその土地に注がれる人の意識の重さによって大きく作用されると、うん、いうことなんですよね、はいはいはい、大臣すなわち西の要石は宮崎県の廃墟に刺さってました、うん、そして東の要石である左大臣は大都会東京のど真ん中に刺さってました、うん、はいはいはい、ね、大臣が刺さっていた場所は宮崎県の廃墟やけども、うん、この場所はほとんどの人に忘れられてた寂しい廃墟やったのよ、うん、その証拠にね、物語序盤でね、スズメは地元じゃないけど、もともと東北やからね、うんうん、地元の同級生でさえ、廃墟なんかあったっけみたいな、はいはいはい、こういうシーンがあえて描かれてるんですよ。はぁ、それに対して左大臣は東京のど真ん中に刺さっていて、うん、映画の中ではね、具体的にどこにあったって場所は示されてないんですけども、うん、小説版でははっきりと、うん、皇居の地下にあるって分かれてんねん。ひょい、これらのことから推測すると、うん、左大臣が右大臣より強力な存在だったのは、皇居という場所が人々の意識がより強く注がれる、うん、そういう場所だったからだということになるんですよ。そうやね、あえて皇居にする意味ある？ないよね。ないよね。右大臣が刺さってたね、廃墟ももっともっと人通りが多そうな、うん、なんかテーマパークなのかなんかわからんけど、はいはいはい、そういう人が多そうな場所にぶっ刺さってんねん。へえ。なんでそんなとこにね、目につくとこにって感じやん、うんうんうん、これその必要があったのよ。もともと右大臣も人通りが多そうな場所に刺さってたけど、うんうんうん、その場所が廃れてもうたから、はい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 、力を失ってた。もしね、その土地に対する人々の意識が、うん、そのまま要石の力に反映されるとすれば、うん、ね、意識がもう薄れていた西の要石、う
すなわち右大臣はもう力が残ってなかったと。もう忘れ去られすぎて。だって実際に解放されてね、猫の姿になった時、もうガリガリのヨロヨロで、魔法も使えないんちゃうかぐらいの状態やったのね。そうなってくると、スズメが最初に抜いちゃってるけど、もう抜いても抜かなくても、この要石はもう抜けてたんじゃないかと。はい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 。その土地に注がれる人々の意識イコール要石の力だとすると、もう勝手に抜けてたんじゃないかと。うわー、なるほどね。ね、金道から解放された右大臣はスズメにね、うちの子になるって言われることで元気を取り戻して、全国の後ろ戸を案内することができた。あー、なるほど。そういうことになるのよ。はあ。だからあのタイミングで大臣を解放したことにも意味があったっていう。で、ここからなんですよ。そこからの大臣はまあガリガリになったり、ふっくらしたりとかっていうのがこうメンタルがね、メンタルによって変わるから、クライマックスシーンでね、もう大臣はもう全て悟って、金道に戻りますってやるんですよ。でも本当は、スズメの子になりたかったって言うんですよ。だから本当は要石の役にもやめて、もうソータに引き受けてほしかったんです。でも結局ソータの代わりにもうスズメが要石になるって言い出したから、もう大好きなもうスズメちゃんがそんなんはもうあかんと、それは嫌だと。だからもう大臣はスズメの子になれなかったって言いながら、ボロボロの弱々しい状態で、何の救いもなく要石の姿に戻っていくねん。うわー、悲しい。これ僕もめっちゃ考えたんですけど、なんか救いあったんかなって思うんですよね。もしね、他のご意見とかあったらコメント欲しいんですけどもね。例えばね、最後にスズメがこう大臣に優しい言葉をかけて、ポジティブに要石に戻るみたいな感じで戻っていった方が気持ちいいやん。まあ、せめてね。これなんでこんな報われへんのみたいな。この消化不良なクライマックスしたのなんでなんかなと思うんですよ。もしね、この消化不良なラストを新海誠監督が狙ってやってたとしたら、もうこれまた後半の真のメッセージ、ディープ考察に繋がってくるのよ。いや、まあ狙ってそうやもん ねここまで徹底的にこだわり抜いてる新海誠監督やからね。この大臣が報われへん感じも、その大臣がなんかこう悲しい可愛い感じで描かれてるのも意味がありそうなんですよね。そうやね。この謎は後半に考察するとして、ここからはね、スズメの戸締まりに隠された裏のテーマについてお話していきたいと思います。物語にその第3のテーマと、私サムはですね、近年の新海誠監督の作品には3つのレイヤーが存在すると考えています。1つ目が映画監督として発表する表向きのテーマ、2つ目が新海誠監督がインタビューとかで答えるもう1つのテーマ、そして3つ目がインタビューとかでも絶対に話さない、作品そのものに込められた隠れテーマ。まあ、例えばね、大ヒット映画君の名はとかやと、表向きのテーマはシンプルに、ま、恋愛映画とかや。まあ、とある紹介文にはこれなんかちゃうと思ってんけど、青春 SF ファンタジーって書かれてるの。しっくりこんなみたいな。でも魂の入れ替わりとか、まあ、タイムリープあるからまあ SF ファンタジーとも言えんのかなみたいな。まあほんまの表向きはここやん。それではね、二つ目のレイヤーである、もう一つのテーマとは一体何なのか。新海誠監督はいろいろなインタビューではっきりとこう答えてるんです。2011年に起こった東日本大震災であると。これはもういろんなインタビューで言ってます。つまり一見恋愛ストーリーに見えたとしても、必ずその根底には震災とか災害によって日常が奪われる恐ろしさ、テーマが織り込まれてるんですよ。そして災害に対する考え方とかね、向き合い方っていうのは作品ごとに違うと。で、スズメの戸締まりの上映時に配布されるパンフレットには、君の名はもう過去に戻って災害を食い止めようとする話だ、で、天気の子はもう受け入れる話、雨の世界でいいみたいな、受け入れる話やん。今作スズメの戸締まりでは君の名はで書かれたような災害を防ぐでもなく、天気の子で書かれたような災害を受け入れるでもなく、災害後も自分の未来を信じて生き続ける、これがテーマとして描かれてるんですよ。うわー、確かに。そしてこれまでの作品では水星による被害とか、大雨による災害といった形でオブラートに表現してたのに、最新作スズメの戸締まりではかなり直接的な表現で震災について描いてるんですよ。うわ、これはね、もう監督自身の覚悟とも言える。はいはい、はい、おそらくそれで嫌な気持ちとか思い出す人もおるし、それもあえてやってるっていうね。しかも今作の制作時は、いろんな意味で世界を変えたウイルスが蔓延した時期とも重なりますからね。はいはいはい。コロナが蔓延する1年前の2019年に公開された天気の子では、僕たちは大丈夫だっていうメッセージが込められてましたよね。で、スズメの戸締まりのラストシーンではさらにパワフルに、心配しないで、未来なんて怖くないと言ってるんですよ。最後ね。で、このパワフルな言葉は何か特別な能力があったからということではなく、
ただシンプルにスズメがあの体験から12年間生きることができた、その事実が自分自身を救うっていうラストなんですよ。はい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 、そう、これはね、新海誠監督自身が放つも心からのメッセージでもあり、生きることへの希望なのかもしれません。さて、それでは新海誠監督が作品に込める3つ目のレイヤーである隠れテーマとは一体何なのでしょうか。それはズバリ、予言とも言えるレベルの超スピリチュアルなメッセージなんです。あー、はいはいはい、リアルな震災を描きつつも、目に見えないスピリチュアル要素、これをゴリゴリに詰め込んでるのが、新海誠監督ですよ。ああ、そうね。まあ、これはね、大ヒットアニメやね、漫画を生み出す日本人にありがちな現象なんですよね。まあ、千と千尋もそうやったし、はいはい、まあ、手塚治虫先生の火の鳥とかもそうやんか、ね、デビルマンとかもそうやけど、無意識でやってるパターンもあるみたいなんやけど、新海誠監督自身は無意識じゃなくて、意図的にその要素を入れ込んでると、めちゃくちゃ意図的にやってるね。そう、前回の要石の深掘りとか、これまでのね、君の名はのセオリス姫考察もね、ディープにやってきたやんか、それで明らかになったけれども、作品に散りばめられたスピリチュアルの要素っていうのは決して偶然ではなく、もう全て巧妙に計算されて組み込まれてると言わざるを得ない、もうレベルやったよね、全部が。すごいよね。そう、しかしその上で新海誠監督はね、もっと抽象的なメッセージを、テーマを作品に入れ込んでるんですよ。もう抽象的、それをものすごいバランス感覚で入れてんねん。なんていうかね、君の名は以降の作品、その過去もそうやったのかもしれないですけど、こう言語化とか、可視化しにくい感覚的な表現、これをうまくね、人々が直感的にキャッチできるように、ギュッと物語に閉じ込めてる感じがするんですよ。ほー、はいはい、これがめちゃくちゃうまいと。だからほとんどの人にとって積極臭く感じひんし、まあ、スピリチュアルゴリゴリ感もないから、誰でも楽しめる内容になってるわけですよ。でもよく考えてくださいね。例えば君の名はもそうやけど、体が入れ替わるっていうベタな設定の恋愛映画やし、タイムリープものやけど、前世がどうのみたいな、下り全くないやん。ないね。なのになぜ、主題歌が全然前世なのか。ああ、はいはいはい。そしてそれをみんな疑問にも抱かずにスッと受け入れてる。スッといったね。さらにね、君の名はの表向きなテーマでもある恋愛映画、タイムリープものとして見ると、割と引っかかるなって部分もあるんですよ。いや、体入れ替わってて3年ずれあったら気づくやろみたいな。でも君の名はがヒットした理由って、そういう細かい設定の部分じゃないんですよ。なんていうかね、なんとなくでも楽しめるけど、作品に込められたインスピレーションをキャッチできる人が、なんか懐かしいとか、この感覚わかるみたいな感じで、異様にハマってるイメージなんですよね。なんかよくわからんけど涙が出る、懐かしい、胸が苦しくなる、その辺のさじ加減が君の名の大ヒットにつながったんじゃないかなと、まあ、個人的には思うわけですよ。確かにね、まあ、かなりねふわっとしたこと言ってるのは自分自身でも分かってるんですけども、この表現に伝わる人には伝わると思ってます。でね、実際に新海誠監督インタビューでこう言ってるんですよ。このままではいつか世界は大変なことになってしまう、そんな漠然とした不安を実はみんなずっと感じ続けていたような気がします。2019年夏、天気のこの物語を作った理由もそんな暗い予感に少しでも抵抗したかったからでした。こう語ってるんですよ。はいはいはい、この発言すごくない？天気の子が発表されたのはコロナが蔓延する1年前ですからね。で、漠然とした不安と暗い予感に抵抗したくて、天気の子を作ったって。うわー。で、天気の子も稲荷っていうね、太陽の時代から雨の竜神の時代に切り替わるっていうストーリーじゃないですか。まさに公開から1年後に時代が大きく切り替わったと。まさにや ね。で、天気のこのテーマも災害を受け入れるというものやったけども、ウイルスも完全には根絶できずに、ほとんどの国が受け入れて暮らすっていう選択を取ってますよ ね。共に暮らすしかなくなったもんね。そう、もちろんインタビューで語ってる漠然とした不安っていうのは、いろんなこうロジカルに説明できる部分もあると思うんですよ。日本はこうなるんじゃないかとか、でもやっぱりね、かなりインスピレーション強めというか、予言に近い感覚もやっぱ作品に入れてる気がするんですよ。いや、そうやね、よくわかんないって言ってるもん自分で。でもそれに抗いたかったって言ってるんですよ。新海誠監督がね、無意識のうちに抱いている感情とか感覚が、知らず知らずのうちに作品のスピリチュアルなメッセージとして作品に織り込まれてるっていうのは、かなりありそうな気がするんですよ。いや、そうやね。その上でですよ、今作ですよ。はい、今作とっても気になるのが、上映時に配布されるパンフレットのインタビューで語られている、スズメの戸締まりの
企画書の内容なんですよ。ほうほうほう。新海誠監督はスズメの戸締まりを作るときにどんなインスピレーションを受け取ってたのか。おお、ここまで来ると気になるよね。それは気になるわ。一つは、うん、インタビューとか会見でも言ってるように寂しい場所、忘れ去られた場所を悼む物語にしたかった、うんうん、おっしゃってるんですよ、うんうん、でももう一つ企画書に書かれているのが、うん、この物語は災いが日常に張り付いた終末後の世界である。不気味すぎる表現が怖あるんですよね。だからスズメの戸締まり見てる限りは、うん、この世界が終末後の世界っていう雰囲気ないのよ。もうなんか聞いてる限りなさそうやったけど、でも物語の深い部分にはこのエッセンスが含まれてる。ちなみに終末とは物事の終わりを意味し、はい、キリスト教では世界の終わりを意味します。はい、マタイの福音書によると、うん、世界の終わりには邪悪なものが神の裁きによって永遠に滅ぼされ、うん、正しい者たちは集められ、うん、神の祝福を受けることができると、ああはいはいはい、語られています。世界の終末の前にはその前兆としてね、うん、戦争があったり、うん、戦争の噂が広がると、うん、そして民族と民族および国と国が対立し、はい、不法がはびこり、はい、愛が冷えると、そういうことが記されてるのよ。週末の前はこうなるよと。はいはいはい。まさに今の時代じゃないですか。完全に今やな。もしですよ、天気の子を作る時に受けたインスピレーションがコロナのことだったとしたら、スズメの戸締まりを作る時にね感じたインスピレーションとは、うん、週末の世界、災いが日常に張り付いた世界だということになりますよね。ねえ。それにしても新海誠監督はどのような気持ちでこの週末要素を作品に込めたのかっていうね。そうやね。これ企画書に書いてる話ですからね、うん、実はねこのスズメの戸締まりっていうのは、うん、現代社会に警鐘を鳴らしてる作品でもあるんですよ、うん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 、まあこの深読みすぎちゃうと思うんですけど、うん、でね巷の予言者が口を揃えて言ってる週末の日も近づいてるじゃないですか、うん、もしかしたら新海誠監督自身も似たような感覚を受け取ってるかもしれへんけど、それ以上に、うん、新海誠監督はこの世界に怒ってるのよ。そしてそれこそが新海誠監督が今作に込めた、うん、絶対に公表できないであろう、うん、真のメッセージなのではないかっていうのが、はいはい、僕からのお話でございます。戸締まりという言葉に込められた真のメッセージ、先ほどもお伝えした通りね、新海誠監督はインタビューの中で、うん、スズメの戸締まりは制作当初から、うん、場所を沈めるとか、うん、場所を悼む物語にしたかったと語っていますね。新海誠監督は、まあ、君の名はとか天気の子の大ヒットでね、うん、目まぐるしく日本中を回る中で、うん、見たわけですよ、うん、かつてもう賑やかやったのにこう廃れていく場所をね、何かを始めるときにはね地鎮祭のような儀式やったりするのに、うん、終わるときは何もやらんよな、なんでやろうみたいな、ほったらかしやなって思うようになったと語ってるんですよ。確かに。でその思いがここ何年かずっと、うん、まあ、新海誠監督の心の中でね引っかかってたみたいで、うん、そういった疑問というか、うん、これ問題提起みたいな意識からスズメの戸締まりという物語が生まれたみたいなんですよ。でもねこのインタビューの内容だけやったら、うん、ふんふんって感じもあるやん、うん、っていうかそのひらめきだけで、うん、大ヒット映画監督が一本映画を作るにはちょっと動機が弱い気もする、うん、実はねこの表現の中に、うん、新海誠監督が本当の意味で作品に込めた真のメッセージの一部が入ってると、ほうほうほう、僕は思うわけですよ。はい、この言葉の真意は別のインタビューを合わせて読むと分かります、うん、こちらは天気の子についてのインタビューなんですけども、うん、ちょうど前作君の名が上映された2016年の暑かった夏あたりから、うん、これからは天気はもう楽しむだけのものではなくなってしまうだろうと、不安や怖さを実感したのを覚えてますと、うんうん、天気の子ではそういう今まさに激しく変化している気象現象をどうやってエンターテインメントの形の中で扱うことができるだろうと考えました、うん、そんな世界を作ってしまった僕たち大人には間違いなく責任の一端があると、はいはいはい、でその大人たちの責任を若い世代の人たちまでね憂鬱を引き受ける必要はないよねと、で異常気象がもう常態化している世界に生きていくこの世代にはそれを軽やかに乗り越えて向こう側に行ってほしい、ね、天気のこの主人公のように力強く走り抜けていってほしいという思いを伝えたかったと、はぁ、語ってるのよ。なるほど。激しく変化する地球の気象現象について、うん、そんな世界を作ってしまった僕たち大人には、うん、間違いなく責任の一端があると発言してはんねん。言ってますね。これは一体どういうことなのかね、うん、つまり
新海誠監督は地球で起こっている異常気象の多くは人間のせいだよと言ってるんですよ、うん、もうそういうことよね。そう、なかなかすごい発言やけど、うん、異常気象の一部はね、実際に人間が自分たちの生活を豊かにするために犠牲にした結果とも言われてます、うんうんうん、で工業排水や海洋ゴミによる海洋汚染ね、うん、ね、過剰採取によって引き起こされる地球規模の森林破壊、うん、ね、工場や自動車から出る大量の煙によって起こる大気汚染、うん、意図的に起こされる大規模な森林火災、うん、核の保有、原発問題などなど、はいはいはい、ね、最近ではもう異常に増えた牛のゲップから出るメタンガス、地球の温室効果の 5% を占めるみたいな、うん、やばいみたいなことも指摘されてます、うん、ただ自然に起こった異常気象やったら僕たち大人には間違いなく責任の一端があるっていう言い方しないですよね、うん、そうやね。つまり新海誠監督はこんな世界になってしまったのは、うん、目先の利益とかね、便利さばかりに身を委ねてきた我々大人に責任の一端があるんだよと語ってるわけですよ。そうやね。自分たちが儲けるために海汚していいんかいと、うん、アホほど気を切っていいんかいね、その後は砂漠化しようが海の生態系が狂おうがお構いなしやんけと、うん、で始めるだけ始めて、うん、誰もちゃんと終わらせてないやんけ、廃墟になっていく日本の切ない風景っていうのは、うん、まさにその一端を担ってるわけよ、うん、ね、自分たち豊かにするために作ったけども、それがほったらかされて錆びれて、うん、災害の原因になる。まあここまで解決の言い方はもちろんしてないですよ、うん、でも何かを始めることが塔を開く行為だとしたら、うん、きちんと責任をも終わらせることは閉じまりをする行為だと言えますよね、うん、そうやん。しかしこの世界のほとんどの問題は誰も責任を取らずに、うん、そのまま子供たちの世代に押し付けている。うわー、つまり新海誠監督から見た今の社会は、うん、誰も閉じまりしなかった世界。うわー、なるほどね。っていうことになるんですわ。うわー、えぐい。えぐい。そしてその歪みは次の世代へと引き継がれていき、うん、その歪みが溜まると大災害が起こってしまうっていうのが、スズメの戸締まりのストーリーなんですね。で、新海誠監督はこの映画を開ける物語ではなく、うん、閉じる物語であると会見で話されています。はい。つまり、新海誠監督は、この誰も閉じまりをしなかった世界そのものに警告のメッセージを放っているわけですよ。うんうん、で、これこそが、閉じまりという言葉に込められた真のメッセージだということなんですね。ちなみに、スズメの戸締まりという作品においても、人々の歪みが生んだ代償を背負い続けている一族がいるんですよ。それが準主人公、宗像壮太くんのまあ実家というかね、戸締氏の一族、宗像家なんですよ。はぁ、なるほど。これどういうことかというとね、彼らはもうお金ももらわず、誰からも褒められず、ひっそりと難題にもわたって日本を守り続けてきた、裏の一族なのよ。ね、それにしてもなぜ、この宗像家は代々にわたって日本を守り続けてきたのでしょうか。その謎のヒントは、うん、日本神話の中に存在する意識の歪み。意識の歪あんの？うん。と、宗像という名前にあります。はい。日本神話に隠された宗像家の秘密。神代の時代、ね、アマテラスさんは天の世界を、弟のスタノーさんは海原を任されてました。うん。しかしね、スタノーは何年経っても海を治める気配はなく、うん、亡くなったお母さんに会いたいと、泣きわめくばかりでございました。はい。で、ある時ね、それを見たお父さん、イザナギ、おらー言うと、何しとんねん言って、ぶち切れられるのよ、スタノーはね、うん。はいはい。うわー、もう出ていくわ、みたいな、うん。ほな、お母さんの住んでる黄泉の国に行くわと。うん。あ、でもその前に迷惑かけたし、アマテラス姉ちゃんに挨拶に行こうと。うん。で、突然来るわけよ。うん、ね。で、天の世界は、もうずっと泣いてたの弟スタノーが荒ぶった感じで来るから揺れるわけよ、ね、うんうんうん、ね、生てる姉さんもびっくりして、はい、ね、スタノーが国を奪いに来たんちゃうかと勘違いして武装して待ち構えてたと、うん、でスタノーは、いや挨拶に来ただけやで嘘をつけみたいな感じで、うん、で、いやほんまやからみたいなこの疑いを解くために受け入れせえへん、占いでどっちが正しいか決めようって言ったわけですよ、うん、で、それはお互いに自分の持ってる道具を噛み砕いてふって入って、うん、生まれた神様の雰囲気で決めるふわっとしたね、謎のルールね、うん、アマテラスからは勇ましい五柱の男の神様が生まれ、うん、サノからはもう清らかなね三柱の女神様が生まれました。で、この時に生まれたのが、はい、戸締氏宗像壮太の名前のモデルになった宗像三女神なんです。うん、その結果ね、清らかな女の子が生まれたから俺の勝ちやーってスタノーが言い出して、この争いは終了しました、うん、はいはいはい。しかし、なんで俺挨拶行っただけやなんで言われなあかんねんって腹立ってきて、うん、まあ天の世界、高間ヶ原で大暴れすると、うんうん、で、えげつないスタノーの暴虐っぷりにアマテラスはなんと、もうドン引きして、うん、役割を放棄して、天の岩戸に引きこもってしまったと、はいはい、ズズズズズドーンってね、うん、こうして戸は閉じられたわけです。ああ、確かに、はいはい。で
アマテラスがいなくなったことで世界は光を失います。そしてたくさんの災いが起きて、悪人が地上に満ちてしまったとされてるんですよ。はいはいはい。ここまでが日本神話における宗像三種神誕生のエピソードであり、世界が闇に包まれた天の岩田伝説の始まりでもあります。それにしてもね、アマテラスとサノの争い、見事なまでにお互いの認識がねじれてません？ねじれてますね。片方は挨拶に来ただけ、もう片方は国を奪いに来たに違いないって武装してる、これもまた、スズメの戸締まりの重要なテーマでもある、意識の歪みが引き起こしたトラブルなんですよ。そうやね。でこうして起こったのが天の岩戸が閉じるという現象であり、はい、で天照とサノの歪みによって生まれたのが宗像三女神なんですよ。うわー、なるほどね。ね、でその後にサノが暴れたから天照が岩戸に隠れ、天照が岩戸に隠れたからもう、悪人が満ちたけど、この岩戸を開いたのが主人公スズメの名前のモデルになった雨の渦でしたよね。踊って出てきてくださいってやって、で世界に光は戻りましたけれども、災いとか悪人は消えなかった、それらと共存する世界になっていった。なるほどね。まるで永遠の災害を受け入れた天気の子のように、地上に災いが張り付いた終末後の世界のように、当時の日本も天の岩戸開きによって大きく形を変えてしまった。はぁー、ということになるんですよ。結構ドンピシャだよね。そう。さてね、この悪人とは一体何者やったのでしょうか。この事態が縄文時代に起こった出来事だと仮定すると、新しい世界イコール弥生時代となりますよね。はいはいはい。で悪人とは渡来人のことだったのかもしれません。ね、ということはこのタイミングで縄文時代が終わり、争いという文化が日本に持ち込まれてしまったと。それはもう日本にとって大きな変化ですよね。そうやね。1万年以上平和の時代を続けてきたのに、武器がバンバン持ち込まれて争いが起こっていくわけやから。だから悪人に見えるよね、そら。そらそうやね。で、岩戸を開いたことで始まった渡来の波。じゃあこの代償を支払ったのは一体誰やったのでしょうか。この代償を支払ったのは、アマテラスでも、サノーでもなく、その子供である宗像の一族なんです。うわー。ここでスズメの戸締まりの設定とリンクしてくるわけですよ。完全にリンクしたね。見て、この地図。はい。外国の人がね、日本に攻めてくるルートっていうのは、朝鮮半島から来て、対馬、ね、壱岐の島に渡って、ね、今でいう福岡のあたりに上陸するって感じなんですよ。はいはいはい。もうほぼこのルート一択。で、宗像三女神は、へつぐ、中津ぐ、沖津ぐで祀られており、それら三社を総称して宗像大社と呼ぶんですけども、見て、完全に外敵からね。うわー、守ってるね。くさびみたいな形で配置されてるんですよ。完全に守ってるね。そう。実際に宗像大社が置かれた場所は、外国との貿易や文化を受け入れる窓口だったと言われており、国の守りという観点からも、重要な位置づけだったと考えられてるんですよ。もしね、アマテラスサノの歪みによって引き起こされたのが弥生時代であり、この頃から日本に渡来人が押し寄せてきたのだとすれば、この宗像こそが日本を守っていた一族だということになりますよね。そうなりますね。神話的に見ればアマテラスサノが生み出した歪みを、その子供である宗像三女神の一族が受け負ったということになるんですよ。ふわね、宗像三女神は危機にはほとんど出てこない神様ですけども、裏で日本を守っていたとすれば、スズメの戸締まりに登場する宗像家の設定とほぼ同じだと。つまり宗像家も同じように先祖なのか、主君なのかが残して何かしらの歪みを引き継いでいるということになるわけですよ。そして誰も戸締まりしなかった世界の代償を請け負ったのは宗像家だということは分かったんですけども、岩戸を開けたのは宗像ではなく雨の渦でしたよね。そうやね。そしてスズメの戸締まりの根幹にあるテーマは、始めてしまった人間が終わらせようねというものでしたよね。そうやね。すると当然、戸締まりをしないといけないのは、宗像一族ではなく、開けた張本人である雨の渦めだということになるんですよ。そういうことか。開けた人が閉める。はい。これがスズメの戸締まりのビジョンですからね。うん。そう、神代の時代に岩戸を開けてしまった雨の渦め自身が、今回こそは自らの手で戸締まりをしなくてはならなかったわけですよ。はいはいはい。戸を開けるという性質を持つ雨の渦めの名前をスズメが受け継ぎ、真逆の行為である戸締まりをしたのは、今作の根幹にあるテーマから考えると必然だということになるんですよ。うわー、ふっけー。さてね、だいぶ長くなりましたけれども、はい、これでスズメの戸締まりに秘められた裏設定、隠されたテーマ、新海誠監督が映画に込めた真のメッセージがお分かりいただけたのではないでしょうか。それでは最後に、新海誠監督が今作スズメの戸締まりに残したとんでもない爆弾についてお話したいと思います。動画の中盤でも触れたんですけどもね、大臣っていたでしょ。はいはいはい。西の要石のね、可愛い猫ちゃんは、ラストシーンで特に報われることもなく、
でボロボロになったまま要石へと戻ってきますよね。うん、でもともとね人のいない場所やし力を失いかけてたっていう話もしたよね。うんうん、だから元に戻ったけれどもほとんど最初の状態に戻っただけなんですよ。そうやね。ミミズの脅威に関しては1ミリも改善されないまま物語が終了してる。うん、しかも大臣はかなり弱った状態で要石に戻っているということはつまり、うん、その後に起こる大災害発生の可能性を大きく残したままラストを迎えてるってことになるんですよ。そうやね。スズメがね一言でも大臣にええ言葉かけて、うん、要石として頑張るっつってふっくらと戻っていったら、うん、これってあんま冷蔵させへんの、うんうん、あえてスズメの子になりたかったって弱々しく戻っていってる、うん、現状最初に変わっただけ何も変わってないってこのラストはこの可能性をはらんでるんですよ。うわーなるほどね。そして脚書に書かれた舞台は終末後の世界という設定。うわ気になりますよね。はい、先ほども言った通り、うん、スズメの戸締まりに込められた真のメッセージは戸締まりをしなかった世界に対する痛烈な批判であり、うん、そんな世界を作った大人たちへの責任を問うような内容だったんですよね。うん、もしかしたらミミズの災害や要石の根本的な問題が解決しないまま終わったのは、うん、この戸締まりの物語は映画を見た全ての人に託されたということなのかもしれません。はぁ、ね、この世界の未来はね僕たちの手にかかっているのでしょうかってことで、うん、本日の話はこの辺で終わりたいと思います。いやこれはめちゃくちゃ考えさせられるやつやないですか。これこんな長なる思ってなかったけどね。いやでメッセージ性としてはこの時代にめちゃくちゃ必要なんやないですか、ね、ここまで意図して考えてたら相当すごいよね。まあでも全部しっくりくるけどね。人間もやったらやりっぱなしのことで地球もどんどん汚れてって、うん、その歪み溜まってっていろんな災害が起こってきてるわけやんか、うん、そうなんです。そこに対するメッセージだと戸締まりせいやっていうね。そうですよそうですよ、人間やりっぱなしですよ多分。まさきさんが熱なってる。ぜひね今回の動画の感想をコメントでお聞かせください。はい、ちょっと面白かったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。はいね、で概要欄に僕らの SNS もあるのでね、うん、最近結構更新してるんで、うん、ぜひフォローしてください。お願いします。またいち早くね先行で僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブルー公式 LINE も概要欄から登録できますのでぜひチェックしてください。はい、でね、まあ、まさきさん大暴れのでもう一つのチャンネルトゥーランドクエストもねもう定期的に配信していますし、はいはいはい、ね、YouTube で言えない話なんかをしているニコニコプラスっていうチャンネルも実は存在してたりもするんで、そうやね、まあ、全部概要欄に貼ってるのでぜひチェックしてください。はい、お願いします。で本日はこの辺でございます。はい、またね。バイバイ。バイバイ。